マイクラ初心者とプロ、迷路を作る時の違い。僕が作った迷路、こちらドーン。まあ、普通に作ったよね。ルザッピできた？できた。じゃあ見ていい？せーの、ドン。おお、すごい、丸型の迷路？丸い自然の迷路って感じ、うん、よく作ったね。難しかった。じゃあマグリさんいいっすか？いいよ。せーの、ドン。え？できてないじゃん。いやいやいや、迷路を作るのって大変じゃん。それを作るっていう企画なんだよ今日は。いやだから私は迷路を作るためのシステムを作りました。まあまあ見とけって。どういうこと？コマンドを一つ打つだけでポンと勝手に全自動で迷路を生成してくれます。すげえ。すげえ。しかも迷路生成アルゴリズムを使ってるから、ちゃんとスタートからゴールまでの間のルートがありつつ、行けない道は一つもないっていうのが守られた迷路が自動でなんぼでも作れるようになってます。自動で。え、すごい。すごい。すごい。ルザックン一生出れてないじゃん。出口ない。